はい、こんばんは、長澤です。今回はですね、昨日の動画で紹介しましたボールリンクマスダンパー、説明書通りに、AR シャーシに、AR シャーシのリアに取り付けてみたという紹介動画でございましたが、今回はこちらいつも使っている MA シャーシこちらに取り付けたいと思います。いろいろね、ちょっと微妙な箇所があります。こことかね、横とかね、後ろのこの辺とか結構微妙な箇所がいろいろあるこちらの問題作ですが、ちょっとずつ良くしていきましょう。で、今回、どこにつけるのかというのはですね、前々から言っておりますが、フロントのマスダンパーが弱い、足りない、ちっちゃいということで、こちらのボールリンクマスダンパーをね、フロントにつけたいと思います。どんな風につけるかはなんとなくね、ちょっと想像し今してたんですけども、本当につくのかどうか怪しいですね。はい、まあなんとかなると思います。じゃ早速やってみたいと思います。しました。こんな感じでございます。裏から見るとここのところ、ここから椅子を通して上にですね、上に出しております。はい、こんな感じです。こんな感じになっております。ちょっと見えづらいけどね。はい、はい、こんな感じです。で、動きとしてはね、こうです。ここですね。動きはまあ問題ないです。動き問題ないけども、ちょっとね、ちょっと位置高いかな。ちょっと位置高いかな。はい。こんな感じですね。ちょっと落としてみようか。ちょっとダサいけどね。はい、こんな感じで取り付け可能ということですね。ちょっと早いのかどうかね、試してみないと分かんないんですが、ちょっと後ろの方のねパーツ取って利用して、ちょっと前に持てって作っちゃったんで、こっちの方組み立ててちょっと走らせてみたいと思います。ということで、こちらのフロントにつけたボールリンクマスダンパーですね、このマシンなんですが、やっぱりね、フロントのマスダンパーにしては、ね、ちょっと物足りないかなという感じがしますね。
今これいっぱいついてるから結構抑えられてるんですが、これ重いんですよね、かなり。ここまでしなくてもこのマスダンパー大きいのをつければ、てかね、コメントでよくもらうんですけど、この前タイヤの後ろのあたりにつければすげえちょうどいいんじゃねえのっていうね、そういう話になると思います。でこのボールリンクマスダンパーをね、ちょっと後ろにつけて、ね、前の方のねマスダンパーちょっと交換してみたいと思います。でやっぱどうしてもね、ここ引っかかっちゃうんですよね。ここコースとコースの間のフェンスに引っかかっちゃうんですよね。これなんかうまく回避できる方法わかる人がいたらちょっと教えてもらいたいですね。どうしてもここ引っかかっちゃうんですよね。まあこれこの 13mm じゃなくてもっとでかいのにしたらいいんじゃないかなっていうのもちょっと思ってるんですけどね。この位置がずれ内側にずれますから、これね、これの内側に来るから、これ 19mm とかにすればこの軸が内側に来るからね、引っかかりにくくはなるよね、やっぱ。まあ、なんかいい方法わかる人がいたらコメントください。ということで、こちらボールリンクマスダンパーをフロントにつけてみたという動画でした。また見てねー。